少し見ぬ間に随分と面構えが変わって見えるぞ、ノエルよ。ま、そうだろうか。僕は特に変わっていないと思うが。自分では分からぬものか。それほどまでに幸福を隠せぬ顔も珍しいものだが。そのあたりのところはともかくとしてた。今日僕がここを訪れたのはあなたに謝罪したかったからなんだ、バローナ。謝罪？そのあなたに占ってもらった時、僕はあまりの衝撃に随分と失礼な態度を取ってしまったと思う。だからその非礼をお詫びしたい。本当に申し訳なかった。なぜ笑うんだ？わらわとておかしければ笑う。それの何が悪い？悪くはないが。ま、そなたの誠意はよくわかった。謝辞はありがたく受け取っておこう。ありがとう。突きつけられた未来に反発し拒絶するものはよくあるが、それを己で消化し過ちを認め正すことのできるものは多くない。あの娘の目は確かと言えよ。ルル、無色透明なあの娘に色をつけたのはそなたであろうが。そういうことになるのか、彼女が僕の色に。ノエル、わらわが告げるのはあくまでも未来に起こりうる無数の道の中の一つ。そなたの道は未だ無数の分岐を残し、それぞれが別の未来へとつながっている。先頃選んだ道も大きく見れば分岐の一つに過ぎぬものだ。あなたが言うのなら確かだろう、先にの魔女バローナ。けれど僕はもう間違いない。この先の未来にどれだけの選択肢があろうとも、僕はきっと後悔しない道を選べる。そのたまに少し回り道をすることはあるかもしれないが、少なくとも彼女がそばにいてくれる限り後悔を生むような道を選び取ることはない。そう思うんだ。己の基準をあの娘に据えたか。それもまたよかろう。人とは常に変わりゆくもの。見るもの、聞くもの、触れるもの、そして寄り添う心によって。あの娘にも告げた言葉だ。覚えておくがいい、ノエルよ。そなたがあの娘に影響されるように、あの娘もまたそなたに影響されていく。確かな未来は互いの努力あってこそのもの。それを忘れなければ、おそらくは望む未来をつかめるのだろうよ。
見てくれルル、これはかの有名な伝説の魔法具だ。ああ、これぞ万物の力を象徴するカドゥケウスの杖だ。それもそのはずだ。今日も僕たちはこの模様の前を歩いてラティウムに入ったんだからな。ルルも気づいたようだな。これはミルスクレア魔法院の学校門にも描かれている由緒正しい図案なんだ。古い樹木で作られた杖本体に2匹の蛇が絡んでいるだろう。これが知識と知恵、そして魔力の流れを示している。まさしくミルスクレアにふさわしい印だ。そうとも限らない。なんだと？貴様、仮面の分際で僕を侮辱するとはどういう了見だ。おい仮面、もしかするとあれはカドゥケウスの杖じゃないのか。レプリカと言わなくもない。というよりおもちゃだろ。なんでそんなものまで置いてあるんだこの魔法具店は。あ、いや、なんでもない。とにかくルル、その杖は棚に落とそう。それはそうなんだが、あの仮面がこればかりは売れないというのだ。だが残念があることはないぞ。今すぐ僕がこの杖に匹敵するようなすごい魔法具を見つけてやる。これはまさか神話に謳われる上張りの鏡じゃないか。これは死者の国に置かれているもので、魂を失った者が前に立つと生前の行いを良いことから悪いことまで全て映し出してしまう神秘の鏡さ。そうでもない。どういうことだ仮面、まさかあれも偽物なのか。偽物ではない。しかし本物でもないんだろう。ということはまさかただの姿見なのか。そうとも言わなくもない。おお、さすがルル、なかなか目の付けどころがいいじゃないか。ああ、これはマナの雫だな。困難から人を救うという聖水の一種だ。一説には古代種の住む森だけに育つ聖なる樹木から滴る蜜だとも言われる。そう呼ばなくもない。そう呼ばなくもない。マナの雫ではない。この店は魔法具店のくせにどうしてお菓子やおもちゃを置いてるんだ。ルル、ちょっと来てくれ。これは今日一番の掘り出し物だぞ。頑固なあの懐中時計だ。僕も実物を目にするのは初めてだな。懐中時計と呼ばれているのも便宜上で、これには長針短針秒針が全てない。単なる飾り物に見えるだろうが、これは特殊な魔法をかけられて初めて本領を発揮するタイプの魔法具だ。
持ち主が特定の合言葉を指定して、この懐中時計に魔法をかけながら自分の秘密を閉じ込める。その秘密を再び取り出したくなれば、また同じ合言葉とともに魔法をかけるんだ。すると表面に真実が浮き上がる。まあ細かい原理も確かな使用法も未だ解明されていない代物なんだ。何せ妖精はこちらとは違う時間軸に生きているわけだしな。僕たちが向こうを理解しきれていないのも当然だろう。もしかしたらまだ誰も知らない使い方が隠れているのかも。ああ、謎を秘めているものには僕も興味を惹かれてしまうな。僕は魔法師を目指してるわけだから、研究は本来別畑なんだが。頑固なというのは本来その何だ、恋を語るものと言っているな。若い女性を口説く妖精らしいんだが、それで頑固なに言い寄られた女性は必ずその心を奪われるとか。極まりない。営業妨害に違いない。誰が迷惑で営業妨害だ。仮面のくせに失礼なことを言うな。もういい。僕たちは気分を害した。今日は何も買ってやらんぞ。すまない、せっかくの買い物なのに台無しだな。何か欲しいものはなかったのか。そうかならいいんだが。帰ろうか、そろそろ時間だ。したのかい。何か食べたいものがあったならおごってあげないでもないぞ。おっと、あのマカロン、季節の新作じゃないか。いや、あれは不思議な露店だな。何か掘り出し物があるかも。なんだい。別に手なんか繋がなくても死ぬわけじゃないし。それはそうなんだが、そういう問題でもなく、分かった、その肛門まででいいならだが。楽しかったよ、ルル。よければまたデートしてくれ。
める。それはいけない。僕たちはまだ学生だろ。学生の本分は勉強だ。恋愛も大切だが、それを間違えちゃいけないと僕は思う。どうか分かってくれ。僕は君より年上だし男だ。だからこそやはり僕の方が気をつけていなければと思う。じゃあ今日は早くお休み。君が良い夢を見るように祈ってる。浮気現場発見なのかな、これは。言わないでって誰に？でもどうしてルエの相手に虚しい一人芝居してたわけ？イチャイチャしたいなら最初からノエル君に頼めばいいじゃない。まあそういう反応するのはノエル君らしいっちゃらしいね。ねえルルちゃん、寂しいならルエノなんか相手にしないで俺とイチャイチャしない？抱っこでもキスでもそれ以上でも全部お望み通りにしてあげるよ。振られちゃったか、残念。おっと、どうやらノエル君が来たみたいだね。何か言われる前に俺は退散しておこうかな。じゃあね、ルルちゃん。ルル、どうしたんだ？今、アルバロがいたようだが。そうか。じゃあ、ルエノも偶然ここに来たんだな。どうも身が入らないな。これもやはり彼女の様子が気になっているせいか。あの態度、どうも隠し事をされてるような気がするんだが。しかもルエノはともかくとして、彼女のそばにアルバロがいたのは非常に気に食わないぞ。まったく、僕のルルに近づくな。ヤッホーノエル君、ちょっといいかな。よくない、僕は勉強中なんだ。邪魔しないでくれないか。忙しいなら仕方ないね。せっかくルルちゃんのことで一つアドバイスしてあげようと思ったのにな。
アルバロ、決して信用するわけではないが、聞くだけは聞いておきたい。一応なぜなら僕は彼女の恋人だからな。あのさ、ノエル君、彼女は君と思う存分イチャイチャできないのが不満らしいよ。なんだ。彼女の気持ちは嬉しいが、僕たちは学生だからな。あまり恋愛に比重を置いて勉学がおろそかになっては元も子もないだろう。俺はてっきりノエル君が臆病風に吹かれまくりで踏み込めないだけかと思ってたよ。残念だな。もし勇気が出ないなら、俺がいいものあげようと思ってたのに。いいもの？じゃーん。魔法薬か。正解。さすがノエル君だね。最近ラティウムで流行ってるらしいんで、試しに買ってみたんだけど、まあ俺には必要ないものだからさ、誰かにあげようと思ってたんだよね。これは春の夜の夢って薬で、ロマンスを運ぶ秘薬なんだよ。龍涎香や妖精が住む森に咲いている花の夜露を調合して作った魔法薬みたいだね。なかなかそれらしく聞こえないでもないが、効能は？この薬を飲めば、普段は恋人にも言えないくらいロマンチックな言葉が自然と口からこぼれ出るんだって。いかにも怪しいじゃないか。ものすごく嫌な予感がする。どっちにしろ俺には必要ないから、いらないなら適当に捨てていいよ。アルバロ、僕はいらないぞ。いらないと言っているだろうが。外で読書というのもあまり好きではないんだが、たまにはいいだろう。春の夜の夢だったか。何がロマンスを運ぶ飛躍だ。こんなものでどうにかなる問題なら、僕だって初めから苦労しないぞ。しかし、ルルが僕に対して不満を持っているのだとしたら、いやいや、ダメだ。何を考えているんだ僕は。とにかく学生らしく勉強だ。本を読もう。そうしよう。Thank you.
ってくれ。行かないでくれ。頼むから。これは誤解なんだ。やめろ。行くな。行かないでくれ。君がいなくなったら僕は。君はどうして？僕は。ああ、僕なら大丈夫だ。そうか、今のは夢だったか。ルル、一つ教えてくれ。僕に何か不満はないか？君の抱えている気持ちをきちんと教えてくれてありがとう、ルル。だが僕が答えを出すまでもう少しだけ時間をくれないか？やあ、おはよう、僕のかわいい子猫ちゃん。何かな？僕に質問があるなら何でも答えてあげるよ。僕は愛しい恋人に対して隠し事をするような男じゃない。分かってるだろ、ルル。僕のことを心配してるのかい？かわいいね。頭なら大丈夫さ。ただこの胸は、愛しい君を思うあまり今にも張り裂けてしまいそうなんだ。いけないよ、ルル。僕の痛みを癒せるのは君だけなんだ。古代史の先生だって解けない魔法を君が僕にかけてしまったんだから。そう、恋の魔法をね。体が少しこわばってるね。もしかして緊張してるのかい？ああ、頬も少し赤くなってる。そんなつつましやかで恥ずかしがりな君が僕は愛しくてたまらないよ。どうして？君に触れていないと僕は苦しくて死んでしまいそうだ。それもこれも全て君が僕の心を奪ってしまったから。目をそらさないで。
僕のことをずっと見つめていて、君の潤んだ瞳がとても美しい。僕の子猫ちゃん、可愛い君のすべてを僕のものにしたいよ。ああ、君の心が欲しい。そしてこの桜色の唇も奪いたい。よかった、ルル、来てくれないかと思った。さっきは本当にすまなかった。きっと僕を軽蔑したと思う。僕は君が不満を抱いていることがずっと気がかりだったんだ。なんとかできたらと思って、とうとうアルバロにもらった薬に手を出してしまった。つまりその、僕が君に言っていた学生だから君に触れられないというのは全て建前で弱さの言い訳だったんだ。本当は怖がっていただけだった。互いの距離を埋めてしまうことも、君に触れてしまうことも。ルル、君のことが好きなのは本当なんだ。この気持ちなら誰にも負けない。だが思いがあまりに強すぎて、自分でもどうにもできなくなりそうで、僕は臆病になってしまっていたんだ。正直に言う、僕は君に触れたいとずっとずっと感じていたし、叶うなら抱きしめたいとまで思っていたんだ。ただもし万が一にも君に嫌われたらと思うと、そんなことはできなかった。ルルが隣にいるだけで心臓が爆発しそうなくらいすごくドキドキするんだ。なのに君に触れたりしたら、そんなの自分がどうなるか全く保証できない。衝撃にどんな集体を晒すか分かったものじゃない。せめて恋人にくらい、いや大好きな恋人にこそ少しは僕をかっこいいと思ってほしい。君になら頼られていたいと思うし、変なところは見せたくないんだ。ルルも呆れただろう。本当に格好悪いよな。僕は君はいいのか、僕のことを嫌いにならないのか。
ルル。君にキスしたくてたまらない、触れたくて仕方ない。だから僕に全てを教えてほしい。君の存在を、君の思いを確かめさせて。そして君も僕の存在を、僕の思いを全て感じて。ルル、好きだよ、君のことが。せーの、おめでとう。おめでとう。なんだ、どうしてこんな時間に君たちが全員揃ってるんだ。うん、俺もみんなもさっきまで自習室で勉強してたんだけど、アルバロが言い出したんだよ。窓から面白いものが見えるってな。それであとは流れに負けたというか、無理やり連れてこられた感じです僕。いやー、これでノエル君もやっと男になれたわけだね。今夜はみんなでお祝いです。赤いご飯をたくさん炊きます。さすがビラール殿下、いろんな文化に精通してるんだ。確かに赤飯ってのもいい案だね。ああいうことをするなと部外者である僕が言うつもりはさらさらありませんが、少しは場所を選ぶべきだと思います。もちろん見られたいなら別ですが。だよな、見た方も気まずいんだぜ。そのキスシーンってのはよ、ちょっとは周りのことも考えて次からは隠れたとこでやれよな。よかったね、ノエル、ルル。これからもお幸せに。貴様が、僕とルルの感動のメモリアルを覗き見るとは何事だ。待て、二人とも逃げるな。
ノエル、怒らない怒らない、幸せはみんなで分かち合うものです。ああ、殿下はやっぱり頑畜深いお言葉をくれるよね。ノエル君も素直に感動しといたらどうかな。こんな状況で感動できるか。二人ともちょっとそこに直れ。ワンドオブフォーチュン、ああおまけがいっぱい。おと、身が持ちそうにありませんね。はあ、ここなら余計な邪魔は入らないな。のんびり話でもしようじゃないか。じゃあ、いっ大丈夫。行くぞ。大丈夫。じゃあ、いっ大丈夫。じゃあ、いっ大丈夫。じゃあ、いっ大丈夫。じゃあ、行くぞ。何か大丈夫。すまない。君に不快な思いをさせてしまったか。待ってくれ。すまない。待ってくれ、ルル。遮ってしまってすまない、ルル。だが、いつもいつも君の言葉を受けてから行動するなんて、男として情けない。だから、先に僕の話を聞いてくれないか。僕はその君のことがとても好きだ。何よりも大切にしたいと思っている。しかしながら、君はとても可愛い。あ、いや、それ自体は大変いいことなのだが、君が可愛くて一緒にいると、もっと近くに、もっとそばにいたいと思わずにいられないんだ。ところで、ルル、今現在ここには君と僕の二人しかいないわけだが、人がいないということは、その誰にも見られる心配がないとか、そういうことだと僕は思う。あ、だから、そのもし迷惑でなければ、君に触れてもいいだろうか。なぜ母がそんなことをするのか、よく分かっていなかった。けれど今なら、その行動の意味が分かる気がする。本当に愛おしいと思うものには、優しく触れたくなるんだ。手で、唇で、大事な存在を確認するように。好きだ、僕の大切なルル。
その、なんだ、いささか触れすぎてしまったような気がしないでもないが。嫌ではなかったかい？あ、そうか。それならよかった。ルル、これからどうしようか。ルル、どうかしたのか？先ほどからそのどうも様子がおかしいように見えるんだが。ああ、やっぱりそうなんだろうか。いや、そうに違いない。ルル、君は僕に何か不満があるのか？いや、今まで言わなくてもいい。きっとそうなんだろう。ああ、分かっている。不甲斐ない僕に君は不満があるんだろう。すまなかったルル、君の気持ちに気づけなくて本当に申し訳ないと思っている。今の僕と一緒にいても楽しくないだろう。今日はもうお開きにしようか。帰り道気をつけて。ああ、こちらへ来ないでくれ。僕は今反省の最中なんだ。そんな態度を取らせてしまったのは僕の落ち度だ。君に不快な思いをさせて、一体何が恋人か。だが僕に不満があるのは確かだろう。僕はこんなにも情けなく不甲斐なく、そして頼りないのだからな。でも君は優しいから、落ち込んだ僕に気を使って。ありがとうルル。僕には至らない点が多くある。だからこそ落ち込んでる暇なんてないんだな。そんな暇があったらもっと努力しなければ。僕はまたつい弱気になってしまった。ルル、ああそうだな。それでだな、ルル、いい雰囲気になってきたわけだ。ああ少しだけ。